こんにちは、キューブです。なんだかいつもと雰囲気が違いますけれども、今日ご紹介するアイテムはトランスフォーマーではないので、まあ区別していこうかなと思って、いつものグリムロックパーカーは脱いで、あれグリムロックなんですけど、私服でいこうと思います。本日ご紹介するアイテムはこちらではなく、多くの方がアームズチェンジ勝どきアームズの発売に列を組まれる中、黙ってこれを買ってきました。同じく昨日の4月5日が発売日だったスピマスター展開ナイトの商品4つです。展開ナイトって日本語の語感っぽいですが、実はこれ海外でも名前は展開ナイトです。しかも聞くところによると、このシリーズには日本の有名なメカデザイナーも開発の段階で何人も関わったらしいですね。とりあえず今日は全ての商品の一番基本になると思われるベーシックフィギュアシリーズの一番、主人公ブレイブンをレビューしてみたいと思います。これがどういった玩具かを一言で説明するとすると、基本的にはレゴやメガブロックのようなブロックトイです。ただご覧になれますかね、ブロックからフィギュアへコンストラクションと書いてあります。見ての通りブロックのパーツが組み替えではなく変形によって姿を変えるっていう、変形トイとブロックトイの間のような面白い商品です。日本では昨日からアニメも始まっていますね。お話の概要を大体説明しておくと、地球から遥か離れた場所に惑星キューブという、まさしく地球の見た目をそのまま立方体でやったような形の惑星があって、そこではちょうどこういうブロックトイから変形したような姿をした、まあ、異星人ってことになると思うんですけど、住人たちが戦争を繰り広げていて、そのうちの正義の軍団のリーダー格を務める4人の勇者というのが機能停止のような状態になっていて、もう復活は見込めないと思われていたんですが、ちょっとした起源から地球の少年たちが乗り移って戦うことになってしまうという話です。ここに書かれているのが主人公の少年のグレン君で、そのグレン君が乗り移る今は封印されている勇者というのがこのブレイブンです。こちらが対する悪の軍団のリーダーをやっているビリウス。あとこの2つはアニメにまだ登場していないのでどういうものかわからないんですが、それぞれブレイブン X、ビリウス X と書かれていて、さっき紹介した2人のパワーアップ形態のようなものらしいです。パッケージの裏を見る限りだと、感情が爆発すると X モードにパワーアップって書いてあるんで、怒りが爆発したりするとこれに強化されるってことなのかもしれません。あと公式パンフレットっていうのを売り場で盛んに配ってました。ずらっと商品が載ってます。こうして見ると結構な数の商品が書かれてますけど、実はもうここに載ってる商品は全部出てます。小さい方のベーシックフィギュアが8種類、大きい方のフィギュアが3種類、ダブルビークルシリーズっていうのも3つ出てます。あとブロックではないんですが、ソフビのラインもあって結構大きかったです。パッケージはこんな感じ、すごくコンパクトなんですけど、実はこれ600円ぐらいで売ってました。8種類全部買っても量販店とかだと実売5000円に届かないこともあるみたいです。手が出しやすくて嬉しいですね。あと8体は4体が善、4体が悪なんですけど、それぞれの4体ずつで組み合わせて特別なビークルというかビーストのような形態になれるみたいですね。でもこれは変形合体するということではなく、ブロックとして組み替えるっていうことみたいです。まあブロックトイですからね。パッケージを開けるとこんなものが入ってます。まず説明書、フルカラーで綺麗です。入ってるパーツの数も少ないので、まあ組み立てというより装備の付け方という感じですね。後ろにはさっきご説明したコアの変形のさせ方と、4体揃えた時の合体の仕方が書いてあります。細かい部品類は袋が別になってます。全部並べるとこんな感じの部品類が入ってます。兜に武器類、あと盾ですね。そしてこれが本体で、マントパーツにいろんなものを取り付けるための細かい部品。そしてこのコアがブロックでありながら単体で結構複雑な変形をこなすっていう今回の目玉ですね。ちなみに顔と胴体にある柄は全てペイントで、店頭で見た時このペイントに傷がついているものが多少見受けられました。選んで買った方がいいと思います。相当小さいんですが、変形させてみましょう。完成です。見事に 2×4×1 のブロックパーツになりました。でもこれ想像したよりだいぶ細かい部品でデリケートにできてますね。ちょっと可動のレビューができそうなぐらい動くので、一応可動ポイントを確かめてみましょう。首は動かないです。まあ胴体もこの大きさなんで関節はないですね。ただ腕は、肩がまずボールジョイントで、肩の下についている腕もボールジョイントで接続されているので、驚くべきことにこの小ささなのに腕に縦ロールがあります。足も付け根はボールジョイント、膝や足首といった概念はこの足だとないですね。腕に縦ロールがあるので、なんと驚くべきことにこんな小さいフィギュアなのに剣を自分の前で両手持ちすることができます。では装備類をつけていきましょう。兜と先ほどの剣、マントはまさにブロックをはめる付け方でつけます。縦にはちゃんとリング状になった持ち手がつくようになっていて、結構細かいパーツを組み立てます。
完成。フル装備状態の天界ナイトブレイブンです。いや、ゲーコマですね。ちなみにメットの部分は完全に塗装で再現されていて、シールなどは必要ありません。ポーズをつけるとこんな感じ。剣は実は唾の部分の突起もグリップと同じジョイントに使える剣なので、こういう風にマントの穴に刺すことで背中に収納しておくこともできます。そうすると手が開くので銃を持たせるっていう感じですかね。あとフル装備にしても3つパーツが余って、こういうヒレ状に稼働する板のようなものが出来上がりますが、この商品単体では余剰です。多分4体合体の時に使う部品なんだと思います。ですが何しろブロックトイなので、パワーアップパーツに見立ててこうやって足につけておいたりすることもできますね。あとこれ感動したんですけど、腕や肩がこんなによく動くのに首が動かないんじゃつけられるポーズ限られるなって思っていたんですが、なんと兜に若干の遊びが設けられているので、中の首は回ってないんですが、兜をつけるとさも首が回っているかのように表情をつけることができます。これ考えた人天才ですね。銃もグリップがジョイントに使える系なので、まあそれっぽくはないんですが、余らせないようにつけておくことはできます。以上、天界ナイトベーシックフィギュアシリーズ01ブレイブンのレビューいかがだったでしょうか。いや、正直言って想像していたプレイバリューの倍ぐらいのポテンシャルがありました。これすごいですね。これ1個600円で安いからって何気なく買って帰ったら感動すると思います。残りの3つのアイテムも一気に楽しみになりました。さすがにまだ1年ずっと追いかけるかはわからないんですけど、今後のラインナップ次第では主力にのし上がってくるかもしれないですね。今回の天界ナイト以外にも、実はブロックといって意外と変形を頑張ってる商品が出ることがあって、こんなのがあったりします。ネオシフターズという商品ですね。これ日本だとあんまり流行らなかったメガブロックの海外でだけ出たアイテムなんですけど、ご覧の人型からこの球体へ組み替えではなく変形によって姿を変えます。しかもコクピットの部分にコアのようにして入ってるこの球体も単体でミニロボットへやはり組み替えではなく変形します。メガブロック、これ国内で展開してくれたら揃えたのにな。実はこれ海外でも数年前に展開の終わったラインで、今から入手するの結構難しいんですけど、どこかで見かけたら手に取ってみてもいいんじゃないかと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。キューブでした。いや、まあ勝ちどきアームズもね、買ったんですけどね、っていうか超楽しみですけどね。まあ多分レビューはしないと思います。